なんかめっちゃテンポ悪いんだけど、カクカクしてる。なんでだ。今日はサムネイル公演です。イエーイ。昨日は雫公演でした。イエーイ。あー、花粉やばい。というわけで、まあ来てくださった方ありがとうございます。今日ワンチャン会えたらあれですね、何でしょう、三日連ちゃんですね。波動ともし雫サムネイル当たれば、まあそんなにいい感じに当たる人いるんか知らんですけど当たればですね。だってさ、チケットね、そうなのよ。ね、秋葉原のチケットはさすがに4日しかね、だからさ、そのタイミングがさ、会った人はやばいよね。あ、今日の公演行きます。サムネ見たことないから行きたいな、だって。うわー、ぜひぜひぜひ来てほしい。次いつ出るんだろう、うち。今んとこないけど出る予定。もし出るタイミングが、そうだね、あれば。もう多分うち次皆さんに会えるとしたら14日だ。私の誕生日まで、私別に表だった仕事ないから。そう、次はもうあれだ、ちょうど1週間後だ。ちょうど1週間後、14日の波動が次みんなと会える、なんだ、タイミングかな。やばい、1週間後で24になるんだけど、怖は、マジ怖お仕打ちを持っていきますって。イエーイ、楽しみにしてます。ね、オンラインお話し会のサインをスタッフさんに見せたりするの、見せたりするのっていうか、スタッフさんの確認が入りますね。なんか例えば、漢字間違いしてないかとか、なんかかすれてないかとか、結構ペンとかでバッて書くじゃん。で、かすれたりとかしたらもう一回書き直しになるんですよ。そういうチェックはしてますね、スタッフさんが。そうですね。だからまあ見せてるっていうか、確認してくださってるって感じですね、やっぱり。次の公演は出ない。私今んとこ公演出る予定がないですね。肌の次の日筋肉痛になりやすい。ああ、どっちかによる。なんかこの間の波動は、私守りになるが攻めで、私が守りに入ってほしいって言われたんで、守り役やってたんですよ。そうなので、全然段数とか攻撃が全く私レベル低かったので、シールドに全振りしてたんで、なんか打つことも少ないんですよ。なんでかって言ったら、弾がたまるのがすっごい遅いんですよ、あれ。一発打ったら結構待たないと次の弾打てないんですよ。そう、だからあんまりこうやってやることがなくて、どっちかというとこう溜めてシュンってシールド貼ってっていうことが多かったので、この間の波動は全然筋肉痛にならなかったですけど、攻めに徹した時、とりあえず段数と大きさ上げてくださいってなった時はめちゃくちゃ筋肉痛になります。結構やっぱすごい手を振って、せっかく段数があるので球をいっぱい投げれるので、こうやっていっぱいしないと、そういう時は筋肉痛になります。
けどなんかそうじゃない時はあんまりかな。そもそもそのなんだろう、そう球打てないからね、球がないから。そう、この前2試合出た時とかマジきつかったわ。あの端末重いか、まあでも携帯ぐらいの重さやな、あれ携帯の端末なんで、携帯をつけてる感じ。うん、そう、守りなシールドは最低4室。そうだね、シールドはねぶっちゃけ4枚以上ないと、あれシールド貯めてる意味ないんですよ。4枚以上ないとカチコチやったとしてもあれ意味なくて、でも正直4枚と5枚の差はめっちゃでかいです。1枚分違うってだいぶでかいし。そう、私だからこの間の試合は私4枚で相手が5枚だったんですよ。結構きつかったっすね。そう、だから5枚ないと結構ね守りもきつくて、あと球拾いの時も A ランクのカチコチになったらめちゃくちゃ硬いんですよ。全然割れなくて、だから A ランクのカチコチはマジで強い。 A ランクのカチコチ5枚は結構強いです。うん、私たちは相手が A でうちらがもう一個下だったんですよね。そう、もう一個下の100のカチコチだったんですけど、やっぱり100より A は全然壊れない。うん、そうだし1枚少ないから、相手よりも1枚少ないのに相手より弱いから、そうなんか結構相手より早く割れちゃうし、1枚少ないし相手は1枚多いし防御力高いしってなると結構ねきついね、これは。うん、そう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 、また一服で抜けてきた、だってまた一服で抜けてきたの。確かに今お昼時だもんね。すいません、みんなの仕事中に。今日もね帰ってくるの遅いんでね、今日劇場公演なのでちょっと帰ってくるの遅いんでね、すいません。そう、明日早いし、朝だって朝めっちゃ早いね。だから今日はもう早く寝ないとマジやばい。ボールが手の方向じゃなくて目線の方向に、ああそうなのよ、そうなの。だから上向いちゃったら上に球飛んでくからね、気をつけないとねいけないんだよね、あれすごい難しいんだから。なんかシューティングゲームとか得意な人はいいかも、的に当てることが得意な人はすごい得意。なんか京香ちゃんがめっちゃ強いのよ。京香ちゃんエペが大好きじゃん。あれさ本当に敵をキルしていくものじゃないですか。だから特にエペなんてさめちゃくちゃむずいよね。上の方に行くとさ本当にさ当たんないのよ。だけどそれが得意ってことは多分ああいう波動ねめっちゃ得意なのよ。特になんていうの、正直言ったらエペより標準はでかいし、なんならその多分今はいつもゲームでやってる敵よりか全然動きって多分遅いと思うの。そのメンバーのね動きなんてだいぶ遅いから多分だいぶ狙いやすいと思う。ああいうのって標準合わせんのめっちゃ得意だと思う。うん、そうだからね京香ちゃんめっちゃ強いって言ってた。それはゲーム得意な人めっちゃ強そうって思った、ああいうの。そう
そうそう。だからめっちゃ面白そう、京香ちゃんの戦いとか見てみたい。顔見たことないけど、かぶったことないから。うん、だからさ、ああいうの得意なのさ、織田とかさ、浜とかさ、あと誰だっけやってたのゲーム、りんちゃんとか七瀬もやってたか。なんかあれやってたメンバーはさ強そう、シンプルに。そう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 、今日マジであったかいな、花粉やばそう。マジであった、あったかいのに私めっちゃ裏起毛着てるから、アウターは薄いのにしようと思う。花粉やばめーだって。マジゆいゆいゲーム2回目ぐらいだけど結構点取ってた。そうね、ゆいゆいはうまかった。だからゆいゆいは避けるのがうまかったね。ラスト1枚になって相手が狙いづらい1枚の時の避けがうまかった。しかもなんかめっちゃ動いてるわけじゃないの、なんかさ、よくさこう前とか横とか後ろとかにさこうすごい動いて避ける人じゃなくて、ゆいゆいはなんかある一定の距離のスペース内でめっちゃ避けるの上手くて、なんか別にすっごい動いてるわけじゃないんだけど、めちゃくちゃこの狭い中での避けがすごすぎて逆にすごくない？だってめっちゃ大幅に動けばさ、そら、まあ、体力消耗するし大変なんだけど、まあ逃げれるじゃん。じゃなくてすごいなんかさ、こういうなんかちょっとの避けだけでさかわしてたからさ、マジでびっくりした。えーってなって驚いたよね。その避けで避けれるんだと思って びっくりしちゃった。ゆいゆい運動神経いいもんね。わかる。私は走って逃げてますよ。はい、私そんなちっちゃい距離で避けられないんで、私は大きく動いて疲れますけど大きく動いて逃げます。そう、でも結構コーチの人とかはすごい大きく動いて敵に当てづらくさせましょうってよく言われるの。そう、なんかちっちゃく避けるよりか大きく動いてくださいって言って言われるから大きく動くんだけども、その分きついよね。そのやっぱり大きく動いてるから。そう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 、あー組んだ身長差か相手と。どうなんだろう、身長差ってどうなんですかね。うん、でもあれは違うからね、確かに目線がさ違うからさ、どうなんですかね。ちょっとよくわかんない、あんまり思ったことないけど、まあでも身長とか関係すんのかな、どうなんだろう。ここにね、的があるの。そう。あ、ここか。
この辺にまたガム。明日ハードやってくるんで、だって。マジで。本当にやるんだ。なんかやろうかなって言ってたもんね、この前ショールームで。ウェイ、やった。あ、しゃがんだら下に行くよ。しゃがんだら的も下に行く。だから当てられないんですよ。逆に上に飛んだら的が上に行くから当たらないんです。ただこう的がでかいから来るじゃん、わーこう避けるじゃん。これじゃあ当たってるんですよ。そう、的が大きいからこうやって来て避けるときはもうちゃんと完全に避けないと、こうやって来てわーこうやって避けたら普通だと当たらないじゃん、ドッジボールとかだと。でもこれは当たってるんですよ。だから大きく避けたふりをしないと当たります。自分が思ってる以上に結構的が大きくて避けたつもりでも結構当たります。そう、自分では避けてるって思うんだけど避けられてないんですよ。お、自分が思ってるうちに大きく避けた方が当たらない。ただその分しんどいですけどね。そう、そうなんですよ。だから結構大変かもしれない。なんか今月めっちゃ波動出てる。この間出たじゃん。次14も出るんですよ。なんか波動出たり出なかったりめっちゃさ激しいんだから。そう、松もあんの。今月3回出る。やばくない？久しく出てなかったりするのに今月はなんか3回も出るんだけど、そんなに4の人出れる人いないのかな。多分スケジュール開かない、空いてない人が多いのかもしれない。今月ちょっと忙しくて。ゆいさんは今ちょっと首が本当に大変な状況っぽくて、ほんともう今休んでもらって、もう治っ、もうゆっくり治していただきたいですね。もう首って本当に大切な骨神経いっぱい通ってるところだし、首やったらダンスね、結構ダンスにも影響がかかってくるから、もう本当に首はやばいので、もう今はもう治すことに専念してもらって、治ったら出てください、劇場とか波動とかいろいろと楽しみにしてますっていう感じなので、もう今はもう本当は一緒に出たいですよ。それはもう劇場だって波動だって一緒に出たいですけど、出たいですけどね、仕方ないっすよ。ボールの回収だけ。そうね、ゆりさんファンの人多いからボールの回収タイムでもすごい回収できるだろうし、バロメーターの上がりが異常なぐらいすごいんですよ、ゆりさんは。マジでなんかあのバロメーターって前に比べてちょっと上がりづらくなったんですけど、ちょっと上がりづらくなったにもかかわらず、そんなの関係なしにめっちゃ簡単に上がりますからね、バロメーター。まあこの間のゆいゆいもそうですけど、あの上がりづらいバロメーターが3つポン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 って一気に1回目で一気に全部上がるって普通あんまないですからね。だって1回目の時に正直言ったら1個も上がらなかった時ありますもん。私1回目のバロメーター見てみましょう、1つも上がんないんかいっつって、全部1やないかいっていう時もありましたし、そう
そう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 、だからあれは本当にあのバロメーターもボール集めはファンの人が多い方がいいんですよ。じゃあファンの人が少ないから本当に毎回毎回貢献できなさすぎて本当に申し訳ないなと思ってるんで、もう一生懸命波動の方で頑張りますっていう頑張りますっていう感じなんですけど、でもあれね結局バロメーターが弱いとね頑張ったとて限界があるんですけどそうそうなんですよ、頑張ったとてなんですけど、まあまあそんな話をしてもただ単に虚しくなるだけなんであれなんですけどね、私の人気がないですよっていう話なだけなんですけど、そう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 、一度くらいは波動の上に行きたい。ねえ波動めっちゃ難しいらしい、なんかなかなか当たんないとかって言ってたけど、ぜひ一回はよかったら確かに来たいみたいな手紙に書いてあったね、そういえば。ぜひ来てほしいけどマジで当たんないからね、あれは本当。ぜひ当ててもらいたい。まあそんな感じでそろそろ終了にしよう。もうちょっとしたら私も出発進行だ。波動の声出しはあんまりわかんない、どうなんだろう、してる人いないからな、どうなんだろうね、あんまわかんないや。よいしょ、あ声が若干ハスキーな気がする、気のせいかな、声出してわけなんだけど、ちょっともう分かんない、もうちょっとまだ分かんないんですよね、残念ながら。どうだったかなって感じ、そんな感じ。今日白いロンテ着てるからめっちゃ顔黒いね、しかも帽子かぶってるし、うち。あー昨日のコールでこちらもハスキー出したって一緒だね、うちももうなんか4日連ちゃん声出しまくってるからさ、若干声はこもってるよね今、自分の中で声がこもってんなーって思うそう、こもってるよね若干ね、そうそうそう、いや10万ぐらいしそう、いや10万ってどんな帽子やねそうそうそう、でも今日昨日は帽子を持ってき忘れたんよ、マジでショック。そう帽子をね昨日持っていくのって、なんか帽子かぶ、あ帽子帽子と思って帽子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 と思ってそのまま家出てたね、あぼあぼ出た後に気づいた、あ帽子忘れた、今日の帰りは帽子かぶれないわと思ってしゃあないと思って、でも今日は見ても帽子かぶってるから前髪セットしてないだけなんだけどあいててててて、そうほら前髪セットしてないのほらボサボサ、漫画の人みたい、見て中二病みたい、中二病ピースほらもうボサボサ、鬼太郎鬼太郎
ゲゲゲの鬼太郎。ゲゲゲの鬼太郎。サムネイル公演でもキャップ、あのね、キャップかぶると前髪潰れちゃうからさ、嫌なんだよね。そうあるんだけどね、オープニングのやつにさ、キャップだけど、キャップするとさ、そうあの前髪潰れちゃうから、キャップねやんないんだよね。そうなの。あとうちくくってること多いからさ、キャップだとさ、そう入んないんだよね、頭、髪の毛がこうなってるから。そうなんだ。ボンネ好きなのボンネ好きなんだ。貞子も似合いそう。貞子は誰でも似合うよ。僕あれだろ、顔見えてないもん。誰でも似合うよ。だって顔見えないじゃん。あの誰でも似合うわ。強いて言うならばさ、ツヤ肌、ツヤ髪の貞子かボサボサ髪の貞子かの違いじゃない。反対に被ってだって。もう見てボサボサなんだけど。こうや少年。野球少年みたい。イエーイ。ダンスできそう。ダンス上手い人ってよくこうやって帽子かぶってた。イエーイ。ダンスできそう。ダンスできそう、私なんか。ははは、見かけ倒し。ダンスできそう。どう？ダンスできそう？に見える？ねえねえ。いや、ちょっと違う。ちょっと違うって言われたんやけど、妹に。ダンスできそうって聞いたら、ちょっと違う。失礼な妹や、ほんとに。誰が違うや。できそうじゃ。でもこうですよ。さすがに顔恥ずかしいからね。顔隠しますけど。目にゴミ入った、痛い。そうなんだ。スケボー似合いそう。わ、うちスケボーでね、尻もついて尾てい骨やってからマジ一回も乗ったことない、小学生の時。そうマジでコンクリート思いっきり尾てい骨からコーンって落ちて痛すぎて、そっからトラウマでね、一回もやってません、スケボー。よし、そんな感じ。じゃあランキング読みます。あ、間違えた。13位まぼろしさん、12位キリアさん、11位ナッティさん、10位横よしさん、9位ジェリーさん、8位沢正さん、7位秋彦さん、6位春太郎さん、5位崎森さん、4位にきおさん。劇場でお会いしましょう。だって、お、前待ちまじでお会いしましょう、言えなかった。3位サトッチさん、2位ケンジさん、そして今日の第1位はメトロポリスさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。今日はマジであったかくて超花粉やばいらしい。でも私は裏起毛のトレーナーを着た最強の女。でも大丈夫、それに任せて。あのアウター薄いのにするし、あのちゃんとこの裏起毛でダンスリハなんてしたら汗だくになっちゃうから、ちゃんとロンティー持ってってますんで。さすがに裏起毛だけではやんないっすけど。あ、そう、これね、イサヤマックスさんの今回のやつなの。めっちゃ可愛くない？そう、なんかさ、もうこの時期さ、何、なんかさ、もうさ、ロンティーとかの時期になってくんじゃん。だからさ、ちょっとそろそろ着れなくなっちゃうなと思って、せっかく今季なのにさ、来年着たらさ、もったいないなと思ってさ、着たんだよね。そしたらめっちゃ暑かった今日。母ウケピー、ウケピー。
今日は夢かばち、これでちょっとレッスンはしないけど暑いから、このバッグがめっちゃ可愛いの夢かばちなの。ほらうさちゃん、ほら可愛くない、このうさちゃん可愛いっしょ、うさちゃん、このうさぴんで行きたいと思います。うさぴん、そのスウェット買うか迷った、買わなかった、あらほんとお揃いになってたね、買ってたら。じゃあそんな感じで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また夜のねサムネイル公演でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ、またね、行ってきます。